はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第299回でございます。200番台がラストですね。次回は300か、まだ決めてないけどということで、今回のテーマは親の言うことが正義とは限らないというテーマで喋っていきます。で、先に言っておくと、ちょっと今回の話題は暗めです。はい、重たい話をしていきますので、興味のない方はブラウザバックしてもいいです。少し肌に合わないと、みんなの心がちょっとこうズンって下がるきっかけになってしまうかもしれないので、そこは本当気にせずブラウザバックしてください。でもそれでもね、聞いてみたいなと思う方はぜひお付き合いいただけたらと思います。で、本題に入る前になんですけど、皆さんのところ天気どうです？最近自分が住んでる群馬はちょっと雨が続いておりまして、で、雨ってさ、みんな好き？まあ好きな人も嫌いな人もいると思うんですけど、自分はね割と好きなんですよ、雨が。で、もちろん雨の日に外出するのは嫌濡れるしジメジメするしなんだけど、部屋から見る雨が結構好きで、特にこれね、あんまり賛同してもらえないんだけど、特に部屋を真っ暗にするの、部屋の電気を消して。で、夜とかね、外さ、街灯とかでちょっと明るかった、まあ他のお隣さん家の電気とかで明るくって、そこで雨が見えたりするじゃん。で、それを見るのが好きなの。落ち着くんだよね、すごく。雨音とかも結構落ち着くんだけど俺。あとさ、こう火って見てると落ち着くってよく言うね。キャンプファイヤーとかさ、焚き火とかの火って見てると落ち着くってよく言うんだけど、あれと似てて俺もすごい好きでね。個人的な夢としては暖炉ってあるじゃん。しかも今さ、火をちゃんと薪を汲んでっていう暖炉じゃなくて、電気暖炉みたいなのあるんだよね。そう、だから危なくないっていう。そうで、それを欲しい。なんか暖炉さ、の火を見ながら部屋真っ暗にして、暖炉の火だけぼーっと見ながら過ごしたいみたいな、そういう時間が欲しい人なの俺。そうで、雨も結構似てる存在で、だから好きっていう話がしたかった。はい、あ、これ本題じゃないですよ、これから始まりますよ。みんなにちょっと振りたかったの。ちょっと共感してくれる方はぜひね、コメント欄で書いてください。でですよ、で今回は少し、少しじゃないや、もらった相談がメインになります。で、もうタイトル通りです。言いたいことは、メッセージはそこ、親の言うことが正義とは限らないよって、必ずしも正しいわけじゃねえぞっていう親の言ってることが、っていうのが伝えたい。何かっていうと、まあみんなもさ、親と仲いい人もいれば、まあ、別に普通っていう人もいると思う。で、まあ年頃の子も多いからさ、今は反抗期で親が嫌いとかムカつくっていう人もいるかもしれないんだけど、まあ、多かれ少なかれさ、親との衝突ってあるじゃん、あると思うの。でさ、その中でこう塾講師の時にね、ここまでの親は出会ったことはないんだけど、でもいるんだわ。あ、それ子供に言うんすかみたいな、それ言わなくていいっすよ、余計すぎる一言なんすけどとかね、あるわけよ。で、それの究極系かなって思うのが、自分の親に死ねと言われましたと。我が子にだぜ、自分の子にだよ、死ねと言われたとか、あんたなんか産まなければよかったって母親に言われましたとかね。え、信じられるこれ。自分は正直で、まあこれさ、 YouTube もう7年やってるから、まあ、毎年あるんだわこの相談、ずっとある。そうだから少なくないのこの相談で。最初は目を疑ったよね、えって思って。で、本当最初に相談してくれた子に申し訳ないんだけど、これ作り話かって思ったもん。え、ここまではいねえだろうみたいな。そう、まあ、俺がさ、自分の親がうちすごい放任主義で、で、まあ仲悪くはなかったんで全然。そうだから、こういう経験がなかったから、俺は塾講師の時もそこまではなかったから。そうでもあって、で数も重ねればさ、あ、本当にあるんだって思うじゃん。で、先週、まあ先月あたりからか、結構こういう相談が多くて、そう、親からこういうふうにひどいこと言われましたみたいな。で、それをちょっと一件一件返すっていうよりも、自分の言葉で思ったことを喋った方がいいなと思って、今回ダラダラジオにこれを選ばせてもらったのね。で、ここね、聞いてわかると思うんだけど、ちょっと重くなるから話が。だからもう一回言うね、ここまで聞いて、あ、これ違うなと思ったらやめときな、聞かない方がいいと思う、個人的には。うん、なのでみんなで判断してください。でですよ、で何度も言うけど、タイトルです。いい、親の言うこと正義じゃねえぞっていう。大人が言ってることって別に正しいことだけじゃないからね。そう。
なんかメールを読んでて感じることなんだけど、やっぱりこういうのを言われてる子の中ですごく悩んでる子って言い返せない子なんだろうなって思ってるの。例えばさ、あんたなんか産まなきゃよかったって言われても、いやあんた好きであんたの子に生まれたわけじゃねえよって言い返せる子だったら、いやすごいショックだよ、言い返せてても部屋に帰ったらすごいズンってなってるはずだと思う、その子に関しても。でも言い返せてる分だけまだエネルギーがあるんだよね、そこに。そう、でもきっと自分にメールをくれてる子たち、誰にも言えなくてっていう子が多いからは、受け取っちゃってんだよね、全部ね、もうそのまんま。で正直、その例えば普段の親とかがもう本当大嫌いで、あんたなんか知らねえよと、早く家出てってやるよとか思ってる親でも、どんな言葉を言われてもさ、へこむじゃん、こんなん言われたら。そうで、自分からまず伝えたいことは、できる限り受け取らないようにしてほしいっていう、それがもう多分その親を言ってる時、なんだろう、親御さんにもいろんな話聞いてきてるからさ、これまで二者面談して親だけでいろいろ話聞いてるから、年頃の子の距離感が難しいんだって、親からするとどう接したらいいかわからないっていう。やっぱみんなもさ、その反抗期っていうのもちょっとあったりとか、みんなが成長するにあたって、なんか親としても距離感が難しいから、その難しさの中でみんなに対してこううざいって思わせてしまうことを言ってることもあるらしい、あるんだわ実際に。特に今勉強関係がそうできる限り言わないようにした方がいいんだなって分かってる親も、分かってる人もいるんだけど言っちゃうみたいな。そうで悩んでる人もいるんだけど、でもさ、死ねとかさ、この辺はさ、もう距離感とかの問題じゃないじゃん、だからちょっと二点三点してごめん、申し訳ないんだけど、その瞬間親が距離感が分からなくて言ってるってよりも、まあ、本心で言ってんだよ、カッとして言ってんだよね、イラッとしてきっと何か。そうだけど、いやもうね、なんだろう、自分の子じゃなくても人に死ねとか言ってるのっておかしくない？おかしくない？おかしいと思うんだ俺、人として。そこはみんなのそのお父さんお母さんに対して悪口言ってるのは本当申し訳ないよ、これに関しては叩かれたらいい、謝るけど俺の本心なんだ、それは人として間違ってる、そんなことを人に言うなんて、我が子だろうとなんだろうかね。だからそんな人として間違ってる人が言ってる発言なんかでみんなが落ち込まなくていいんだぜってことを言いたいの、できれば。そう、そんなことハイチが言ったところでさ、気にするよ、みんなはへこむけどね、へこんじゃうだろうけど、しかも日常じゃん、家族だから毎日いるからさ。そうだからってな思うんだけど、でそのね、相談の中でセットで送られてくるのが、やっぱりそんだけ言われてたらさ、しかも家族に死ねとか言われてたら、あ、自分なんてクズなんだ、自分なんて生きてる価値がないんだってなるよね、これなると思うんだよ、必然だと思う、これに関しては。でそれがすごいメールに書いてあって、私なんかって、いや違うんだって、違うんだよ、これ本人にも、もうダラダラジオで返しますって何人かに言ってるから、ちょっとメール本人わからないからさ、あ、この人ですってわからないからちょっと内容言うけど、私は何の取り柄もないけどとって書いてあるの。違うと違えと、本当に違うそこは言わせてくれ、違うぞ。もちろんそのメールをくれた子、会ったこともないし、まあこれに関しては無責任だと思う、俺に言ってることはね。私の何が分かるんだと思うかもしんないけど、取り柄のないやつなんて一人もいないから、みんなに取り柄がある。そして今すぐの取り柄にはならないけど、こうやって家族に苦しめられたと。でね、苦しめてて、まあ、特にこの子たちが中学生だった子だったと思うんで、まだ義務教育範囲だから家出れないんだよね、まあ、家出ることもできるんだけど、バイトもできないし、その自分で生活できないじゃん。でもね、いつか家出れっから、一生家族と一緒だわけじゃないから、出よ、さっさと出よ、高校卒業も出よ、距離を置こう、それがいいと思う。なんか親に対してそんなことしたら親が悲しむかなとか思っちゃうかもしんないけど、ひとまず今あなたに対して死ねとか産まなきゃよかったって言ってる親に対して、そんななんか義理とかをかけなくていい、みんなが健全に安全なところで生きていくことの方がよっぽど大事だからっていうのが思うこと。まあ、ほんとごめん、あっち行ったりこっち行ったり申し訳ないんだけどさ。そうで戻ると、取り柄がないやつなんていないから。そして
その苦しんだ期間を乗り越えたあなただからこそ人の痛みが分かるようになるから、それは大きな取り柄になる。自分、まあね、なんかいじめとかそういう DV 家庭内暴力みたいなのが、肯定はしないよ、ない方がいい、できる限り人生において出会わない方がいいんだけど、俺も中学の時にいじめを受けてない方がいいんだよ、いじめなんて、なんだけどそれがあったからこうやって人よりは人の痛みが分かると思ってる。それなりにそれはいじめ受けてよかったなとは、なんか言葉としてちょっと間違ってるかもしれないけど、でもそういうふうに思えてるから、俺は一個の取り柄だと思ってる、それに関しては。そうだから、うん、今この時点でも取り柄あるからね、あるはずだから、絶対あるから。そうだけど、そんなに自己を否定しなくていいよ。そして生きてていいんですかねって書いてあるんだわ、親にそんなこと言われたらね、終われたら思うわ。いや生きててくれよ、俺まだ会ってないし、俺の100万人見届けてくれてないよ。あ、これツイッターでしか分かんないと思うんだ、俺ダラダラジオで言ってるわけじゃないんだけど、俺の100万人を見届けて、2020年絶対達成するから、そして俺を祝っておめでとうって言ってくれ。そしてちっちゃいけどリアルイベントちょこちょこやるようにするから、できる限り全国でできるようにするから、ひとまず会おうぜ、一回会うまでは死んじゃダメだよっていつも言ってんだ、俺思ってっからそれ。うん、だから生きてて、いや俺ほんと生きててほしい、そうと思うんだよ。ごめんな、なんかこんなことしか言えなくて申し訳ないんだけど、そうと思ってます。これをメールの文面よりも口で言った方が伝わるのかな、俺の伝え方が下手くそかもしれないけど、なんか何かをね感じてもらえたら嬉しいなと思います。なので、まあ、今回伝えたかったのは、その親が理不尽なことを言ってくると言ってきた時に受け取んなきゃいけないものもあると思う。もちろん勉強に関してとか、本当ごめん長くなってるけど、よく言うんだけど、親とか学校の先生とかが言う発言の中で参考にした方がいいっていうのは失敗事例なの。特に例えばこういうことをしたらこうなっちゃうよみたいなこと言うじゃん。そのさ、年を取ってるイコール精神的に成長してるとは思ってない。別に30歳と15歳のみんなが比べた時に、15歳のみんなの方が大人なんだろう、心が大人の人っていっぱいいると思ってるから、30歳とか40歳とか50歳になっても元子供、めっちゃ子供みたいな、お前どこだけ成長してねえんだよみたいな子供の心の人いっぱいいるからね、いるから、そこは関係ないんだけど、でも人生を長く生きてると、物理的に長く生きてるから、失敗体験はいっぱいしてるわけだ、失敗談はいっぱい持ってるから、こういうことをするとこういう失敗をするっていうのが、あ、そういう失敗の仕方があるんだっていうことを知っておくのって、みんながその失敗を避けれることがなるじゃん。だからそういうのは参考にした方がいいと思うの、俺の中ではね。でもそういう理不尽なことは受け取らなくていいものっていっぱいあるから、親が言うことが絶対正義じゃねえんだって、間違ったこといっぱい言うから、俺もそうだから、それは学校の先生もそう、だから全部受け取らない、真面目に受け取っちゃダメだよっていうところがまず1個。そして取り柄がないやつなんて一人もいねえから、特に俺の動画でうちのチャンネルで勉強しようとしてるやつにバカもいないし、取り柄がないやつなんて一人もいないから。そして最後は生きてください。会ってない、俺がまだ会ったら死んでいいってわけじゃないよ、それも違うんだけど、でもひとまず会って会おうぜね、会いに行くからさ、会いに行けるように頑張るからね、はい、っていうことが伝えたかったです。すいません、ちょっとダラダラジオなんですけど、ちょっとこんな感じになっちゃったんですが、はい、どうしても言いたかったんで、お付き合いいただきありがとうございました。はい、ということで次回300回です。前回ね、ちょっといろいろ意見いただいてたんで、考えちゃいるんですけど、どうしようね。決めてないんだけど。普通の300回だったらごめん。ごめんなんだけど。まあまあまあ、なんかね、また次回喋っていきますので、よかったらね、また聞いてみてください。で、まあ、300回記念でね、こんなこと喋ったらどうすかとか、こんなことやったらどうすかって意見があったら、またこちらの動画のコメント欄でも募集してますので、ちょくちょくチェックしますんでね、よかったら書いてみてください。はい、ということでね、今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。